開光寺は、京都市東山区千入寺山内町にある新聞州、千入寺派の純別閣本山の寺院。千入寺の達中である、上六山とも称される。正式名称は、海光立寺。本尊は、釈迦如来。京都十三福津霊城第三番札所。泉山七福神巡り第二番札所。鎌倉時代の安定二年、南宋から貴重した、城郷曇り氏が、 大宮八条の東堀川の西に、開光寺を創建すると、運慶、丹慶府市の合作である上六の釈迦如来立像を本尊として迎え、ご堀川天皇の直眼所となった。王仁の乱によって、道儀を消失するが、かろうじて焼け残った釈迦如来像を一条戻り橋の東に移し、さらに三条川東に移動させた後、正法二年に、ご水の天皇の発願により、 現在地に移転し、潜入時の達中となる。御用税天皇女王中華モニーは、当時の釈迦如来を厚く信仰した。釈迦如来が、ご水の天皇の身代わりになって、傷を受けたという伝承もあり、天皇の守護物として、長屋の集計が厚く、後には、庶民からも身代わり上六産の名で信仰されている。毎年1月の第2月曜日に行われる、 泉山七福神巡りでは2番として、微罪天を奉仕する。墓地には1868年に三船寺から改装された御、五両英氏伊藤記念太郎以下4名の墓がある。ありがとうございます。